ケッケね。ケッケね。カメタ君聞いて。なんすか？確かマイタケのチューニングラブ踊ってみた、見たことないけどね。ほんと見ないでください。はいはいはい。おじいちゃんみたいなダンスした。おじいちゃんなの？やばいマジで。え、マイちゃんダンスできないの？えぐえぐえぐ。しかもさ。でもあれ結構前のやつ。昔すごい昔のやつなんです。すごい昔で、今はちょっと強制されたんですけど、なんでそんなもん見てるんですか、あなたは。なんでそんなもんを見ようと思ったんですか。しかもそれ言いたかったことがあって、これマジ俺ちょっと切れてて、いやこれ切れてるっていうのは別になんか悪い意味じゃないんだけど、俺チューリングラブの曲を歌って踊ってあげた時に、俺最強だったのマジで、再生数がもう俺ら1位やみたいな。俺ぐんぐん来るぜと思ったら2時3時バーン行って、ああこれすげえやーって2時30分あったね。とんでもない再生数してたよ。ごめんね、俺らの1位の時代消えてったわと思って。いろんなあれがあったもんな。いやすごかった本当に、うん、でもあれでもしか、舞茸が投稿したじゃん、チューリングラブ踊ってみた。はい、そん時マジで知らなかったけど、なぜか YouTube おすすめ出てきて、まあでもあの時それこそ再生数多かったから出てきやすかったりとか、そうで、そん時見て2時3時ライバーに、これめっちゃおもろいんだけど、どうなんす、うわえ、それこそかなえ先輩にももしか見せてもやばー、かなえさんは俺のあのおじいちゃんのうりんらん見つめあったったって遠けないめろえ、それ今もう残ってるの、まだ。いや残ってる残ってる、あるよあるよ、残ってるんや。おい、うん、かなえさんにも笑って笑わないでかわいそうでしょって言われた記憶ある。あ、優しい、かなえさんかなえさんいい人だ。懐かしい、あれめちゃめちゃね時間かかった撮影するのに。あ、やっぱな、うん、むずいよな覚えるの。結構踊ってるよね、まいちゃん。でもあのイメージあるわ、ゲッタン。いやあれは あれはすごいよね本当。あとあれ、金玉キラキラ金曜日。あー、金玉キラキラ金曜日もそうね。俺さ、ちょっとさ、ずっとあの難しいことがあってさ、俺基本的にやっぱ全然下ネタ言わないのよ。あの男だけだったら言うみたいな感じなんだけど、うん、金玉キラキラ金曜日ってどうなん。でもいいんじゃない、あ、いい、許せる。フレーズ化しちゃってるから。あ、うん、なんか言い方によるよ。あ、そうなんだ。アウトラインがまだわかんないんだよね。よくやる、あのネチャッとした言い方だとあれだけど、ケンタはケラケラ金曜日。でも、ケンタもキラキラ金曜日ってなんか俺の中でですけど、なんか感覚としては美味しい闇感謝感謝と同じくらいのノリで言っても大丈夫そうな感じ。いやいや、まあでもそれはそうよ、うんうん、美味しい闇感謝感謝よ本当。うん、さらっとね。星川だけに黙れよ。冷た氷かなんかですか。びっくりしちゃいました。氷の角に頭からガーンいたわ。これ